ハギチャンネルでええやん。ハギちゃんチャンネル。どうもハギちゃんです。チームハギちゃんを集めようというね、動画でございまして、今日はですね、すごいクラクション、今日は新宿に来ておりましてね、というのもですね、ガーリーレコードというね、ガーリーレコードチャンネルでもすごい登録者も多い後輩のね芸人とちょっとハギちゃんご飯行きましょうよということだったんで、今日はご飯を食べるんですけども、まあ、せっかくだったら、ちょっとガーリーのフェニックスというね、フェニちゃんに、チームハギちゃんもどうですかと、ガーリーレコードチャンネルにも入ってるけど、チームハギちゃんも兼用でどうですかという感じで勧誘していきたいと思います。はい、熱すぎる、はい、髪切りたい、文句ばっか言うなという話ですけども、果たしてフェニちゃんは、チームハギちゃんに加入してくれるのか、まあ兼用でもね、ガーリーレコードチャンネルとの兼用でもいいんで、ちょっとでも加入してもらえるように、今日はご飯を美味しい美味しい食べさせてから加入していきたいと思います。というわけでしてね、本当はご飯食べてる時に、はい、ちょっと撮影しようって話したんですけど、はい、あまりにもビクドンが美味しすぎて、そうですねちょっと撮る暇なかったんで、はい、ただどっか外で撮ろうかなと思ったら、なんとフェニタンがあなた、はい、お車をお持ちということで、はい、まあ今見た通りめちゃくちゃね、振動でえぐいぐらい揺れてると思うんで、酔う人いっぱいいると思うんですけど、ちょっと手で持ちますね確かにエアコンバチバチに、エアコンバチバチしないと今倒れちゃうんで、でまあちょっとこんな感じで手持ちで、はい、軽く撮影しても大丈夫ですか？あ、全然。ありがとうございます。はい、じゃあ出発進行。はい。ごめん。ハギちゃんチャンネル。すごい機関心でたぶん絡むんですよ、ね。そんなにいいんだよ一緒に乗ってんのに怖いの。怖い。機関心になったことないですか？ないです。機関は強いです。とんでもないです。いかつい噛んでますよ。え、マジで？いや、もうエグい。ビビッとな黄色すごい黄色が出るんですよ。なんか自分の体からそんなビビッとなやつでも嫌やな。朝一のうわーで洗面台とかペッてやったら動かないですよ。そこから取れないです。何話してくれてるんだよ。気管支リアルな気を30超えたんでもうそういう話ばっかになってくるよな。保険の話だとか、俺も結婚して子供からそんな話ばっかりやもんな。あれ東京来たのって何年目って言うんですか？俺東京何年目や、今からでも十何年前ぐらいな。もうそうっすよね。大阪で NSC 卒業して5年後ぐらいにテレ朝のあの芸人同棲で咲くと、そうだこっち来てんじゃん。芸人同棲懐かしい。だから25、6ちゃうかな多分。そうね、僕20歳ぐらいですもんね。そうやんな、当時若20歳ぐらいですよ。高卒で入って、あ、高卒組か。俺短大卒で NSC 入ってるから。珍しい。男やの短大会を許してる近代の短大ね、あんねやって言われたわ確かにあんま言いたないね、ちょっと恥ずかしい、ね、なんか短大ってね、やめてよ。なんか高卒ですけどちょっと下に見ちゃうかもしれないやめてよ高卒の方が上のか短大の方が上やろ無限大出始めて花金バーなどめっちゃ早かったんですよ、結果出すの。そうやったっけ、はい、ですぐ多分入れ替え戦行ってないですか？割と早かった。あ、でも最初の方はちょっと何ヶ月かはくすぶったかもしれんけど。あ、そうですか。でも。入れ替え戦、よ、なんか一緒になってたな。あ、でも入れ替え戦確かに一緒だ。なんかガーリーとライブ用一緒になってたよな。なんか僕らと、その時はだから顔色さん。ああ、よろしくよろしい。とかがもう、毎月出てたんですよ、入れ替え戦。確かに入れ替え戦ずっと。一生上がれない組みたいな。犬さんとかなんかその時。うわ、懐かしい。いたかな。懐かしいな、そうか。ずっと。そうそうっす。で、ガーリーもキャラ漫才やったもんな。そうそう。で、花金バーナード出てきて、なんか一発で、多分入れ替え戦出て一発じゃないですか。そうやったっけ？じゃないですか。覚えてないな。あ、すぐ行ったと思って。いや、ええやん。すぐ上がっていくじゃん、そう。でもその後も全然そんな、ほどほどに生きてきたから。いやいやいや。でもほんまそれきっかけか、なんかで喋るのって言ったな。出会いとかはそうじゃないですか。まあゲームネタとかで。だってゲームネタもだって関係せなかったら多分、確かに。フェニーとかも多分声かけてくれへん。阿佐ヶ谷でな、オールナイトであれ楽しかった、マジで。ゲームの仕事でやってたな。朝までやってたな。懐かしいですね。懐かしい。MC お願いして。
いやあれ楽しかった、もうずっと声も枯れるぐらいずっと喋ってたもん全員喉壊れてましたよね、全員だから、ま、マイク機能してないそうやね、阿佐ヶ谷の、あとやっぱあの夜でみんなでゲームするテンションが楽しすぎるからな、うん、お酒もあってね、そうそうそう、でマジであの e スポーツ行ったら裏切りとかがプレイしてくれるのとか見たら普通に楽しいもんな、プロの試合、プロの試合ってやっぱ、ね、おもろいっすよね、ストリートファイター、めちゃくちゃおもろい、たまにだって俺まだ酒飲みながらあの梅原さんのやっぱ見ちゃうもんめちゃくちゃテンション上がるわ、排水のシーン、あーあーあれ一番、あれはテンション上がりますね、酒飲む時だからあの梅原さんのやつかジャッキーチェンかどっちかが一番、ジャッキーチェンこの二択じゃん、永遠のヒーローっすよね、永遠のヒーロー、でも今ゲームの仕事とかも結構してんねやろ、ぼちぼち、まあ唯一あるレギュラーもそうっすね、パズドラのやつがあって、そっか、パズドラ今もうすごいことなってんじゃん、俺やった時なんか、はい、あの最初の赤い竜がめっちゃ強かったね、あもうめっちゃ初期ですねだいぶ初期ですよ大阪おった時ぐらいちゃうから、はいはい、パズドラ、モンストとかはやっぱりまあブレないですね、な、まあ、強いです、やっぱなんかこうなんだろう、俺らがファミコンスーファミハマった感じと一緒でさ、うん、アプリゲームを流行らせてハマらせたのなんかパズドラ、モンストみたいな感じちょっと歩きすんのよね、まあクラロワとかもそうやろうけど、はい、割と基礎というか、うん、パズルゲーとなんか弾いてこうぶつけるみたいなベースになってますよね、なんかしかもスマホのサイズ感がちょうどいい感じもしたよね、ちょうどいいですね、うん、確かに、あの集まってやる感じもいいですよね、そう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 、マルチとか、ね、そうマルチ最高、えパズルってマルチできんの今、マルチありますよ、嘘やん、対戦対人もできますし、俺の時あの赤が一番強い時期やったからまだ赤シングルプレイじゃねえでプロリーグ の, その MC とかもやってるんで、うん、あプロリーグの MC もやってるの、やってます、あさってとか、そうです、ちゃいやん、ちょっと熱いっすよ、俺もゲームさせてくれよ、そんな頼むわ、え絶対いけますよ、大好きやねんから、さんなんかゲームアニメ漫画大好きやねんから、こう見えてゲームちゃんと詳しいですからほんまに好きやからな、いやでもやっぱりフェニックスともうほんま、はい、友達の弟みたいな感じだったりなんか一緒にスーファミとかやってるのを後ろでこうフェニックス見てて、フェニックスもやるかみたいな感じで言いたくなるというか、可愛いのよ、ああでも一番しっくりくるかもしれない、なんか声かけたくなっちゃうみたいな本当ですか、フェニもやるかって言ったらフェニの方がうまいみたいな、なんかうまいなみたいな、確かに会ったの久々でしたけど、うん、ずっと喋ってましたね、ずっと喋ってた中、ほんまにビクドンで水20杯ぐらい飲んだもん、いや水めっちゃ来たおかわりいりますか、ね、ずっと喋ってるからだから今もでも結構忙しいんちゃう、ガーリーなんかもちろん登録者なんかとんでもないし、まあそうですね、 YouTube はそうですけど、まあでもほんとぼちぼち、あそうじゃあ体空いてる日とかあんねや、空いてます、空いてます、あそうか、じゃあ今日とかも、そっかそっか、確かにご飯行けてるもんな、はい、あじゃあ今日ランチ、うん、珍しかったっすけど、ランチ何だ、大体やっぱ芸人でこう集まったら夜飲むとかじゃないですかランチと思って、いやもう双子やし社長パワーランチさせてよ、そうそういやでもそんななんかめっちゃ忙しいとか言ったらちょっと気使うなと思ってるけど、いやいや全然そんな、じゃあちょうどよかった、ほんまちょうどよかった、ちょうどいいっすよ、うん、僕はだからフェニックスはそうやね、チームハギちゃん加入決定っていいかもちょうどよかったな、チームハギちゃんですか、うん、あチームハギちゃん、チームハギちゃん、チームハギちゃん、まだメンバーはラファエルさんの元右腕のイーサンさんが仮でしかいないああでもまあビッグネームの、ビッグネームの右腕が、うん、でまあチームハギちゃんってその YouTube ちょっとやっぱ社長業ばっか軽貨物のね、はいはいはい、お仕事ピヨピヨ軽貨物ばっかやってたから、はい、やっぱ社長芸人って肩書きあるから、やっぱ YouTube とかもまあ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 頑張らなきゃねって、はい、ゲームも大好きだし MC とかそんなもいろいろやりたいとかもあったし、はい、まあ、そんな中でやっぱりまあ社長の忙しいのとかもありつつやから、はい、やっぱハギちゃんのチームを作った方がいいんじゃないかって思って、まあそうですよね、一人じゃそうなかなかないですよね、だってガーリーフェニックってね、ガーリーでみんなおったりするから、まあ、もちろんね撮影とかいろいろ考えてるフェニックスかもしれんけど、はい、弟子のでね高井とかみんないっぱいおったりするからね、いやだからフェニックスもだからチームハギちゃんにいてくれたら、まあもちろんね あれよガーリーを辞めてとかもちろんそんなはアホじゃないから、はいはい、そのそっちも優先してもらいながら、うん、なんて兼用というか、はいはい、兼任みたいな、兼任みたいなことがあっても、はい、やっぱフェニックスのもう能力も私もすごい買ってるんで昔から、ああ嬉しいです、ゲームネタライブも呼んでくれたりしてたし、はい、うん、そうっす
うん、まあ、チームハギちゃん何やるか大事よね。まあまあそうですね。これ言ってなかったら今のところ分かってないですか。今のところ分かってないもんね。はい、まあだから例えば普通に YouTube こう出てみたりとか、一緒に私のハギちゃんチャンネルに、はい、であとはちょっと企画、こんなのハギちゃんどうですかとか、あ、まあまあ、あとは編集とかもありますよとか、まあまあもう何でも OK ですよ。 YouTube 周りの感じを一緒にやっていくっていう感じを決定ということでよろしいでしょうか。いやっすね、まあ、途中から分かってたけどなはあはあ前が増えすぎたから、うん、はい、ちょっとそうっすね。そうやな、忙しいしな。でもな、まあ、うん、でもいろんなことやるんですもんね。いろんなことやる。だから今日は赤羽で飲み歩きますとか、うん、あ、赤羽限定だったら行きますけどえ、なんで北区赤羽限定やっぱ東京都北区赤羽山田孝之さんとかも出た、はい、まあ、赤羽確かに俺も好きやな、はい、え、じゃあドラマ、ね、あれじゃあ、あのなんだろう、チームハギちゃんというよりかはそのたまにこう出てくれたりは全然、まあ、ゲームとか一緒にやろうよとか、赤羽のみなら赤羽ちょっと待って、え、一区限定？一応今のところそうですね。マジか。赤羽のみ。まあ阿佐ヶ谷も。阿佐ヶ谷赤羽。行けますけど。好きですけど。そっか。じゃあ阿佐ヶ谷もしくはまあ赤羽の時だけ、はい、ちょっとチームハギちゃんとして弟子で霊役でもちろん。はい。ちょっと私ものみとか大好きなんで。ああ、いいじゃないですか。赤羽なんかもうまさに。ちょっとじゃあ。はい。仮、まあ、サブです、ね、まあまあまあそうですね、はい、ありがとうね、あの辺り、はい、全然、うん、いいっすけど、飯も食わしたからいけるかなやっぱり忙しいかな、まあでも相手やね、まあまあまあいいっす、うん、まあ仕事も、まあ、普通になコラボのあれとかっていう感じでは出てくれるって感じやから、あ、まあまあそうですね、うん、まあもしかしたら次会う時にはその赤羽来てる時のチームハギちゃんもっと増えてるかもしれんから、確かにエグザイルみたいな感じで赤羽乗り込むかもしれない。すごい人数で。だいぶいますね。だいぶ多いじゃないですか。ちょっとじゃあフェニー、これからも、はい、まあ、動画とかも、はい、ぜひとも出てください。あ、全然、はい、ランチも行きます。ありがとう、はい。車でそして送ってくれてありがとう。はい、全然。方面一緒なんでね。じゃあ、そんな感じで。はい。じゃあ。もうええて。ハギちゃん、ハギちゃんチャンネル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 始まるよ。チャンネル登録よろしくね。